ブルエラ・ビュイシエールは、フランス、オード・フランス地域圏、パイコールド・カレー圏のコミューン。1850年から1978年まで、ブルエン行会社が、本拠地を置く炭鉱の町であった。コミューンとしてのブルエラ・ビュイシエールは、1987年に、ブルエ・アンナルトワと、ラ・ビュイシエールが合併して誕生した。ベテューヌより 8.7km 離れている。 ノールパドカレー地域県内の炭鉱中心地で長い間石炭が産出されていた。1987年放置されていた第三ブリュエ鉱山で天然ガス生産が行われることとなった。スヘルデ川のューラウェー川が流れる。世界大戦後、ポーランド人を中心とする移民によって人口が増加し、新たな住宅地が必要となった。1855年には、 わずか700人だった人口が1913年には1万8000人となり、1946年には3万1705人に達していた。数年間は鉱山地区の再開発が行われ、1970年代よりプロバンス開発地区が設置され、真の中心地区開発を模索し始めた。1978年、炭鉱の町の再生例として地方開発、 国土整備問題省庁間委員会によって、ブルエ再建計画が発表された。1979年に第二段階の建設事業が始まり、1000ほどの住宅、事業所、商店、公共施設が建てられた。ブルーとは、ガリア語の男性名ブルーガスに由来する。ネアンデルタール人が20万年前のアラスキンで暮らしていた。紀元前1万年頃の出土品が、 ベティーヌ周辺で見つかっている。ガロローマ時代の仮想ートがブリュエで見つかっている。1250年頃のブリュエは、ベティーヌの一部で、ほぼ3世紀にわたって、領主の領地だった。ベティーヌの町は交通の要所ではなかったが、中世のブリュエは、通行量を取っていた。しかしその制度は戦争で、すべて崩壊した。農地から上がる富は、1300年代のベティーヌの、 繁栄につながることとなった。百年戦争中にはフランドル人が町を痛めつけた。1500年のベテューヌはスペインの支配下にあった。1645年にベテューヌは行為されている。1659年のピレネ条約締結によってフランスはこれらの土地を併合した。1850年代、ブルエにはブルエ炭鉱会社が本拠地を置いていた。 1852年から1909年までに、工場と同様6つの鉱山が開かれた。最盛期に、会社は18カ所の鉱山を所有し、コミューンの8割余りを所有していた。第一次世界大戦後、炭鉱会社は労働者として、ベルギー人、イタリア人、ポーランド人を雇用し、荒廃した鉱山を再建した。1939年のブリエは、 ポーランド人中心地というべき様相で、鉱山労働者の9割が、ポーランド人であった。ブルエの第4鉱山第二次世界大戦中、ドイツの燃料供給基地であるブルエは、レジスタンスが組織されていた。大戦中、パイコールドカレー犬で銃殺された465人のうち40%が、鉱山労働者、35%が、 ポーランド人を中心とする外国人であった。3000人近くが県から追放され、その半数が死んだ。1941年6月、鉱山地帯において10万人もの鉱山、労働者たちが労働環境改善とドイツへの反抗からストライキを起こした。逮捕者、追放された者、特別監視下に置かれた者、住民は時に暴力を用いられた。 仕事が再開されるまで、カフェやレストラン、映画館は閉められた。1956年、ベテューヌやブリュエに近い鉱山地帯の西部で鉱山が閉鎖された。プラスチック製造が変わって導入され、ベテューヌ周辺で4000人を雇用した。ソースイコール1962年までは、カシニーとイヘスから参照1968年以降は、陰性を参照。ありがとうございます。